リラックマ15周年アニバーサリー。これリラックマが好きなんですよ。サイズはこちら A4 も余裕で入るみたい。これリラックマ好きな理由は白に近いから。クリームなんだけど、これがホワイトだったらすごい最高なんですけどね。5月の新商品でモノクロリラックマ、これ白いのコリラックマですよね。胸のとこにボタンがあるから。私コリラックマがもっと白かったらなーって思ってたんですけど、これどこで売り出すんだろう。うちの近所にキティランドがあって、この前も行ったんだけどなかった。まあ4月だからかな。もうすぐ5月、あ、明日明後日か、5月だから店頭に並ぶかな。行ってみよう。お値段は1650円ですね、プラスタックス。じゃーん。おー、大きい。入りきらないな、画面に。ちょっとハンドルがしっかりしてる。何こう、体育館の体操マットぐらいな強度。ちょっと引きにしよう、引きに。引きの映像。どうすかこれ。もうちょっと引く。おお、すごい丈夫。ロープみたいな硬さ、丈夫です。そこも丈夫。もうね、体育館のマットぐらい丈夫。体操マットぐらい丈夫。これリラックマですね。ボタンないから。私ね、リラックマでも白ければいいんです。そう色ね、色重要なのは。ポッケは私の手がすっぽり入る。すごいね、本当にすっぽり入る。ほら、すっぽり入る。こんな感じ。 A4 余裕で入るでしょう。内側のポッケはないけど、ちょっとね、表面がなんていうの、撥水加工になってます。ここは撥水じゃないけど、ここが撥水加工になってる。なんかね、ドリンク入れて、もし汗かいちゃってもまあ拭けばいいかなぐらいかな。大きい。まあだいたい2000円以内、1800円ぐらいになるかな。タックス入れていい買い物したと思う。ちょっと入れてみる。中に色が似てるんだけど、これはパソコンを入れるふわふわのクッションが入ってるケースなんですけども、今これパソコン入ってないけど、多分余裕っていうのはこういうことですよね。これはね、 MacBookエアーのシリーズ入ります。あとこれはポール&ジョーファイルケースで、これは A4 も余裕で入るし、2000いくらだか、まあ、3000円以内で買いました。入るでしょ。本当に余裕で入る。わかる、この余裕。全然余裕。これいいわ。リラックマ好きじゃないと、この何、ワクワク感わかんないよね。あ、ちなみにこれは3コインズで買ったやつで、これはプラザか、違うな、ショップインだったかな。ショップインかプラザみたいな、そういうとこで買った。いいね。もうさ、これどう表現したらいい。これは昨日キティランドに行って買ったコップです。耐熱性どうなってるのか裏に書いてなくって、ABS 樹脂がベースになってるって、100度から110度ぐらいっていうことは、あんまりなんか熱いの入れるのちょっと怖くって。で、表面はウレタン加工、ウレタン樹脂で、やっぱり100度ちょっと、120度から100度とかいう情報があって、どれが正しいのかわかんないんだけど、いずれにせよ熱湯を入れると、まあ、ギリギリだから、ちょっとここに直接注ぐのは怖いので、一度冷ましてから入れる。面倒ですね。まあ、すごいね、デザインはすごいんだけど、これもリラックマかな。リラックマリラクマだけども白いからホワイト好きなんです。とにかくまあ消耗品なんで軽い、本当に軽い。原宿のキティランドは4階だったかな。原宿のキティランドは確かね4階にリラックマのコーナーがあって、そこにはほんといっぱいリラックマのアイテムがあります。うん、他に私シロタンとか好きなんだけど、つまり白いふわふわが好きなんですね。はいそう、以前もねリラックマの動画上げてるんですよ。そちらもね下にリンク貼っておきます。もうリラックマ好きな人しか興味ないと思うけど、もし見たかったら見てね。